まりましたよ。始まりました、ザ・コレクターズ30周年の奇跡ということで、いつもと変わらないこのメンバーでですね、今日はコレクターズについて語ろうかなと思うんですけど、なんかあんま面と向かってこう喋ることないですね。いつもなんか横並び取り調べだよこれちょっと質のいい取り調べね、まあ、スペシャル顔だからね。いやいや出てないです、コレクターズ関連じゃないと出てないですよ俺。いやいやいやスペシャル、もう視界慣れすぎちゃって、もう大橋巨泉にしか見えないんだよ。いや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 、もう、まあ、クイズダービーやるならもういないでしょ。今もいいね、そうか、クイズダービーやりなよ、スペシャル、ね、やろうかな。いいよ、ドンっつって、ドンっつって。いや俺でも昔から巨泉になりたいみたいなとこありますよ。最初に出た電気も自伝も買いましたし、昔巨泉願望は、巨泉願望ありますよ俺。で巨泉とコステロどっちになりたい？まあどっちもなりたいですね。巨泉なの今、まあ巨泉の方が近いかなっていうところありますけどね。でもいけんじゃん、でも巨泉。まあそんな僕がですね、まあコレクターズをこう知り尽くして、まあコレクターズなくしては、我がゴーイングアンダーグラウンドもなかったということで、今日は代表して、まあデビュー前からだもんね。デビュー前からですよ、古い付き合いですよ。古いよね、19あの時。19ですよ、ね、俺今もう38ですからね。下北のライブで、あれ、あの時19なの？19ですよ、あの時。あの犬が好きですかって言った時、犬が好きですかって客に向かって、犬が好きですかじゃーん、ね、ステージ、そうだよね、ステージ出てって第一声が犬が好きですかじゃーんじゃーんじゃーんで、コウタル君が俺の横で伸びねえなこいつた。まあそんなこともですねありつつ、今日はですね、ザ・コレクターズの魅力を視聴者の皆さんにですね、たっぷりお伝えできたらいいかなと思っております。ありがたい、ありがたい。どうですか、この特番っていうのはあったんですか？今まで金で買ったことはあったね。金で買ったことは、金で買った枠30分今日。でも今回違いますもんね。今回のってもうスペシャルだもんね。スペシャルだもん、今スペシャルったらすごいんだよ。すごいですよね。